あ、さっきちょっと都市伝説の話戻っていいですか？戻りましょう。これちょっと俺消されるかもしれないんですけど、うん、会計ってあるじゃないですか。会計、はい。日本には一般会計と特別会計ってあるんですよ。はい。はい。ということで、今回Goldnrush Podcastのゲストは、奈良出身、大阪ベースのラッパーの彼。昨年のラップスターで準優勝も遂げ、これからの活躍が楽しみなイースタ君です。お願いします。イエーイ、It's your boy イースタ、よろしくお願いします。お願いします。いやマジ熱い。なんか個人的に俺ラップスター見てて、決勝戦で俺結構イースタ君優勝するんじゃないかなみたいな、俺マジで思ってて、ありがとうございます。マジで思ってて、だからこのタイミングでイースタ君とできるのはマジで嬉しいです。あ、ぜひぜひ。やばいっす。よろしくお願いします。ちょっと根掘り葉掘り、どんどん聞いていきたいなって。葉掘りで。根掘り葉掘りでいきましょう。葉掘りでいきましょう。なんかメディア出演とかもうしたっすか？こういう。ニート東京やったり。あ、そうだ。あと何やったかな。まあ、したりは、ちょいちょいしたりとか。してます。ああ、ちょっとこれも、皆さんぜひぜひね、ファンの皆さんを見てもらって、ラップスターのことを聞きたくて。はい、全然。あれは初めて応募したんですか？いや、実は1回目に応募してて。ほう。その時にはまあ普通に落ちて、でもええわみたいな感じでひねくれてて、その上での5回目で、やっぱこう何よりも決め手となったのが、やっぱこうプロデューサー陣で、ATL ジェイコブとかゼイトーベンとかがすごいプロデューサーとして番組にビート提供してるっていうんで、それは熱いってなって、やっぱこう聞いてやろうってなって。じゃあもうプロデューサー決めて、でも今年はその4年間空けた理由はそこだったんだ。大幅に変わったと思うんで、去年のラップスターから。確かに超豪華だったっすよね。そうですね、マジですごかったよ。面白い、なんかすごい貴重な経験、ラップスターでしかできひん経験をしたっていう感じがすごいでかいですね。最初受かった時はどう思ったっすか？一番最初。なんか多分ニトリに買い物行ってた時やって、なんかメール来ててみたいな、マジでみたいな、受かるんやみたいな、すごい時期的にも気分とかめっちゃ落ちてる時期にすごいいいニュースやったんで、嬉しいとかよりもどう反応したらいいか分からんみたいな、受かるんやみたいな、受からんと思って受けて受かったみたいな感じやったんですね。そうだったんですね。実際にラップスター出てみてどうでしたか？多分いろんなメンバーいたと思うんですけど、まあそうですね、バチバチじゃなくてよかったなっていうのは結構みんな仲良く楽しくできたな。超重要。愛があったっすね。愛があった、みんな重要。なんか俺ラップスターのその動画とかも見てたりとかしてて、結構そのムードメーカーな部分あったのかなみたいな。あ、まあ関西人として当たり前でしょみたいな、そういう感じだったんだ。サイバールイですって入ってるとか、あれとかめっちゃおもろかった。いやもう結構マジでこう昔に言ったボケをまだ半年以上経っても掘り返される、恥ずかしいです。めちゃめちゃ恥ずかしい。いやでも結構多分そういうイメージで、なんか面白いし、でもラップしたらバリバリかっけえみたいな、なんかそういうのがなんかめっちゃ良かったです。かっけえなと思ったですね。そうか。ちなみになんかもう結構バチバチラップしていくスタイルだけど、昔からこういうスタイルだったんですか？そうです、ラップっていう感じで、あんまり歌とか歌わずにやってたですね。でも昔ちょっとだけレゲエの DJ をしてた時だった。そうなんだ。その時にやっぱこう歌の感覚みたいなのは多分染みついてて、なんかこう自分では全然感じてないんですけど、他の人からはこうレゲエテイストみたいな感じるやったりって言われますね。あんま分かってないですけど自分では。でもそういうなんかバックグラウンドもあって自分のスタイルにプラスされてるなっていう感じは。なんかあの曲見たんだよな、Got Me Goneだっけ？Got Me Gone。結構歌ってなかったですか？あれは歌いました。あれ歌った。なんていうの、ロッドウェーブやったりとか、確かにそういうのが好きやったんで、そういうテイストの痛みを歌った歌っすね。はい、そうですよね。そっか。ちなみにこれからこうもうバリバリのラップスタイルだったりとか、まあこう歌とかあるんですけど、これからこういう風にしていきたいなみたいな。それが多分みんなと逆で、一つに定めるっていうのをしたくなくて、逆にこう何でもできるっていうのが強みなんかな。あ、なるほどなるほど。その上で何でもできる前にこうイースターっぽい何かっていうのを提示できたらいいなって思ってますね。だから歌うやったりラップするやったりとか、あんまり考えずに好きなようにそのビートに合うようにアプローチするっていうのをずっと心がけてる感じですかね。なるほど、うん、そういう感じなんですね。はい、もともとどういうふうにラップ始めたんですか？あー、クレバ知ってます？クレバさん。クレバさんを、姉がいてて、はい、姉が好きやって、それを見た時にうわかっこいいみたいな、はい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 、ラップしたいみたいな思ってて、こうみんなにこう内緒でこうリリックとか書いてたんですよ。小学4年生ぐらいだった。そんな早く書いてたんだ。10歳ぐらいから書いてて、やば。でまあそれをこう披露する間もないまま、はいはい、時間過ぎてたんですけど、中学校の時ぐらいにこう地元の先輩でフレッシュネスカットっていう DJ がいてて、普通の DJ がいてて、うんうん、その人がまあ遊びに来てよみたいな、イベントするからみたいな、はい、で行って食らったっていうのがやっぱ手がそれで俺もやろうみたいな、俺でもできるそうみたいな、はいはいはい、で始めたっていうのがきっかけです。そうなんだ。ちなみにじゃあもう全然もう書くところから始まったんだ。それ結構サイファーから始める人とかも多いと思うんだけど、まだその俺が小4ぐらいやった時とか、はいはい、なんていう今みたいなバトルのブーム来てなくて、はいはい、あそっかなんかそうですね、高校生ラップとかもまだ始まってなかったぐらいの時だったんで、うんうんうん、サイファーとかも奈良の田舎にはなくて、うん、まあ初めがライブやったっすね。初めからライブだったんだ、うん、すげえ。初めからライブでした。初めのライブの曲とかどうやって書いてたんですか？そのインストをでリリック書いてみたいな、はい、2パックのスティーブ・ボーリンとかのインストで作ったりとかして、ヤングワイルド&フリーとか、はい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 、めっちゃ大ネタ使ってそれでリリック書いて歌うみたいな、初めてのライブがめちゃくちゃボスったんですよね。めちゃめちゃ盛り上げて、はいはいはい、やっぱこう多分そこで盛り上がれてなかったんやったら、うん、多分ラップ続けてないかなって思ってます、初めに盛り上げたからその初期衝動でいけてるみたいな、はいはい、そういうことか。そういうとこはあると思うんです、結構この一番最初から反響があって、あ俺これいけんなみたいな、いやあると思うんですね。それは奈良ではやっぱこう俺絶対一番いけてるわと思いながらやってたんで、はいはい、そっかそっか、はい、でもやっぱ世界広くてすごいいけてる人がもういっぱいいるじゃないですか、うん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 、日本にもそうですね、増えてきてるですね、うん、負けてられないです、負けてられないね、はい、そっか。もともとそうか、出身が奈良だ。出身が奈良で今もか奈良住んでます。奈良なんだ。あ、奈良住んでるんだ。住んでます住んでます。大阪とかはもう毎日通ってます。毎日通ってんの？奈良から出たらレペゼンじゃないって思って。あ、そういうこと。奈良と大阪のその境目ぐらいの奈良に住んでる。じゃあ出てこいよそこまで住んでやって出てこいよって思うかもしれんけど、ギリギリ奈良で踏みとどまってるそうなんだじゃあ今日も帰るとかも奈良？もう奈良です、車で。あ、そっか、帰ります。うわ大変だ。どんくらい何個くらいかかる？あでもそんな 3,40 分ぐらいで行けるんで、まあ全然。はい、ガソリン代きついっすね。ガソリン代きついっすよね、特に今ガソリン高いしそうだ、ね、ファック円安ですねマジで本当に世界中でね結構ね今来てるから、それあるっすよね。そうかそうか。じゃあ実家はなんかどういう育ちか、そういうあれなんですか、家族だったんですか？親が、はい、父親が寿司屋で、まあまあ両親で経営してるって感じなんですけど、いいっすね。なんかそことかこうちっちゃい時から手伝ったりとかしてて、はいはい、でもうすごいなんていうんですかね、寿司屋なんですけど、うん、おとんがめっちゃふざけるみたいな。あ、そうなんだ。はい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 、そういうのを見て育ったんで、なんか俺もこういう風になってもらう。あ、いいっすねいいっすね。昔からやっぱこうお客さんとかも喋ったりしてたんで、はいはい、手伝ってなんかそうですね、人と喋るのが好きです。いやでもなんか最初から会った時も、まあもちろんそのラップスターで大丈夫マイク。大丈夫です。ありがとうございます。いやいやでなんか最初から全然どうぞ。それこそなんか。最初まあそのラップスタイル見せた感じのイメージもあって、実際あったらどうなのかなみたいな風に思ったら、入った時からめっちゃムードメーカーとか気さくだしすっげえ話しやすくて、アイザックもバリ喋りやすいから。あ、マジ？そう。ちょっと嬉しい。多分似たもん同士だぜ俺ら。似たもん同士だぜダセンスとか言っていやでもちょっと思ったです、フィーリングがあるなみたいな。なんかさっきちょっと話したけど、やっぱその東京のなんか、東京好きっすよもちろんなんですけど、やっぱりそのちょっと違うっすよね。うん、ちょっと違いますねやっぱり。なんか大阪来て思った、うん、やっぱ人が温かいんで、うんうんうん、やっぱみんな喋りやすいし、すぐ友達になれる。確かに人が多いから大阪はめっちゃ思うし、楽しいですねやっぱり。いやそうですよね。なんか俺も北海道だから、まあ、ちょっとやっぱ田舎っていうのもあるし、結構なんか北海道来たラッパーとかと話してても、なんかいや北海道人あったかいみたいな話してて、あなるほどなと思って、確かにあったかいかもなみたいな思ってて、で大阪来たらもう大阪めっちゃあったかいみたいな。大阪はもうホットタウンなんで。ホットタウンですね、はい、いろんな意味でホットタウンですよね。イケてるラッパーとかめちゃくちゃ多いし、確かに大阪のラップなんかヒップホップはマジですごい熱いです。独自ですねやっぱ。独自なんだ、うん、なんか、うん、どんな感じですか？ちょっと違う感じがするですね自分から見ててもやっぱり。どういう違いですか？あーでもなんかそのライフスタイルがイケてる人が特に多いかなみたいな、やっぱこう普段からクラブに遊びに行くって人もやっぱめっちゃ多いように感じるし、はいはい、みんなが好きなあのラッパーもクラブ行ったらおるみたいな、はい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 、まあ、結構多いかなってこう自分の中では思うっすね。だからそのちゃんと遊んでちゃんとラップしてみたいな人がすごい多いと思うっすね、うんうんうん、わそれいいっすね。ヒップホップですもんね、やっぱね、まさにそれが大事だと思う。うん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 確かに。いやめっちゃ思うな。いやでもそのなんか俺勝手なあれかもしれないですけど、結構今流行ってるのって結構なんかポップ寄りっていうか、やっぱ大衆に受けやすいけど、大阪はもうゴリゴリヒップホップの文化がすごいちゃんとあるっていうか、何がかっこいいか考えろみたいなみんなめっちゃ考えると思うんでそれを信じてやるみたいな。はい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 。こう中心ではないじゃないですか、やっぱ大阪って一つのでかい都市ではあるけど、東京みたいに中心ではないんで、そこでこう自分らしさみたいなの出すのをみんなやっぱ苦労して考えてやってるところの一つなんじゃないですかね。うん、すごいいい街で仲間たちと切磋琢磨しながらやってます。いいっすねいいっすね。一日どういう感じなんですか、例えばそのスタジオ入るだからスケジュールじゃないけど、基本はでも何もなかったらスタジオに入りますね。ラウドスタジオっていうスタジオが雨村にあって、はいはい、あ雨村なんだ。そこでこう仲間たちと一緒にやっててみたいな、はい、その DJ セロっていう友達がいるんですけど、はい、そのセロくんがまあそのスタジオを作って、うんうんうん、これ全然使っていいよって言ってくれてみたいな。やばめっちゃ熱いそれは。そこでこうノータイプっていうトラックメーカーとかいたりしてて、はいはいはい、で一緒にこうレックしたりとかビート作って曲作ってっていうのをしてます、はいはい、とかあとそのサマースノーマンの神楽とかやったりとか、はいはいはい、っていうのと一緒に曲作ったりとか、うんうんうん、まあ大体そうですね、もう陰キャみたいな感じっすよ。いやいやスタジオ入ってそうだ、たまにクラブ遊びに行ってください、はいはいはい、そうなんだ。曲作るときとかはどういうなんかプロセスとかあるんですか、自分の中でこのプロセスが一番熱いみたいな。まあ、最近はもうずっとこうリリックを書かずにスタジオに行ってスタジオに入ってから書くみたいな、その場で作ってその場で撮って、はい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 、その場で完成させるっていうクイックに仕上げるっていうのをめっちゃ心がけてます、なんかやっぱクイックの方が考えたやつよりいいなって、なんか勢いでいけるのがいいじゃないですか、うんうんうん、逆にもう最近はその勢いでいきすぎてちょっと考えた方がいいんかなとかうん、波がありますやっぱり。ああそういうことか。いろんなやり方試しながらずっと変えていってやってる、飽き性なんで。そうなんだ、いろんな方模索してるみたいな、いろんな方法でやっていく方がおもろいかなって感じです、アートですね。アートですよね、はい、なんかめっちゃ思う、やっぱなんかプロセスっていろいろあるから、うん、やっぱいろいろ試したもん勝ちっていうか、そうですね、うん、こうやっぱこうこれ俺のやり方はこれって考えてる人ほどなんかこう肩はまっちゃってる感じが、うんうんうん、はい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 、確かに確かに、こういろんなプロセスでいろんな曲を生むっていうのが俺も大事にしてることの一つですね、はいはい、そうなんだ。ちなみにインスピレーションとかは、例えばじゃあスタジオ入るってなったらどういうインスピレーションを自分のまずトラックを選ぶんですよね、はいうんうんうん、トラック聴いて何にしようみたいな、うんテーマみたいなのをなんか大雑把に考えて、はいはい、それで書き進めるみたいな、もしくはこうテーマ出てこうへん時はもうパッて出てきた言葉からもうそのままフリースタイルっていうか、その自由にバーって書いてってそれが曲になるみたいな、テーマ後付けやったりっていうのもあるっすね全然。おもろいな、いろんなアーティストのいろんな作曲方法だからめっちゃおもろいなと思う。そっか、作り方マジ十人十色なんで。十人十色だ、そっかそっか。ちょっと戻るんですけど、オブセッション聞いたんですよ。 ありがとうございます、よかったっす。オブセッションよかったです。それこそ俺ボンベロくん、うん、ボンベロ出てもらって、でテイダストも出るんですよ来週かな。タデくんが来週、まあ撮影今このしてる時はもう出てると思うんですけど、タデくんもやって2人と入ってて、おいい人くんやみたいな、超熱いみたいなでラナちゃん4人あれはどういう風な、あれはOBS っていうコンピレーションがあって、ドリームボーイっていう、うん、ケンズ390さんっていうラッパーの人がやってる会社があって、ドリームボーイっていうレーベルがあって、そこのコンピレーションみたいな、OBS っていうのが結構昔から続いてて、そうなんだ。で、まあ、そこでこうやりませんかっていうので、まあ、2回目なんですけど OBS の仕事は、でもみんな集められてやってます、はいはい、レコーディングとか立ち会ってなくて、そうなんだ、みんな個別で、多分タデ君とボンベロは多分2人で一緒にやってると思うんですけど、そうですね、俺はもう誰とも会わずに。そうなんだ、ミュージックの時始めましたみたいな、タデ君とボンベロのバースが入った状態で送られてきて、そういうことか。で、まあ、そこにはめてやったって感じです。だからそのタデ君が先にあったんで、俺をこうつなげたようなフローでああ、そういうことか。いけたみたいな。なるほどなるほど。プレイコーからの。プレイゾーンとこう投げていった方がこうセッション感あるじゃないですか。確かに確かに。オブセッションセッション感あるじゃないですか。はいはいはい。オブセッションセッション感あるっすね。確かに。いや、めっちゃ良かったですよね。なんかすごい、なんかみんなのこの、なんていうんですかね、スタイルもあるし。そうですね。すげえ良かったっすね。俺とかこう、変にこう、キャリアだけ長かったりするんで。こう結構俺で最年長なんですよね、あの4人の中で。みんな10代。そうだよ、ほぼそうですね。めっちゃフレッシュなパワーもらって、俺も確かにすごいいい曲できたなと思います。いやー、めっちゃかっこよかったな。ミュージックビデオどこで撮ったんですか？東京で。東京なんだ。クルーズさんが、はい、フォーチュンファームかな。あんま俺も分かってないんですけど、全部 OBS が用意してくれた、用意して全部みたいな、そういう感じなんだ。やっぱ結構やっぱラップスター主戦後、多分いろいろ声かけてもらってること多いと思うんですけど、なんかどういう仕事今までやってきてるんですか？やっぱこうライブですかね。ライブだ。ライブと、で、そのライブで行った各地の人と曲作るっていうのが。ああ、めっちゃ熱い、それ。楽しいですね。やっぱいろんな人と曲作るの好きなんで。はい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 。そっか。え、ちなみにいろんな地方も行ったっすか？いや、まあ全然行ってないです。福岡とかすごい楽しくて。福岡、はい。福岡、東京も、だからラップスター出てから東京初めてライブしに行ったりとかして、まあ次、北海道。はい、北海道。北海道あるのと、広島とかあったりとか。やば。やばいっすね。福岡どうでした？福岡はもうめちゃくちゃやばい街でした。やばいんだ。はい。一回普通の仕事で、そのモデルみたいな、服のモデルみたいなんで、福岡の博多の方遊びに行って、で、まあその次に北九州の方にライブしに行ったんですけど、北九州がすごい刺激的な街やったっす。めちゃめちゃ。その出てた箱の2つ上ぐらいのフロアにスタジオがあって。やばっ。そこでこうパーマンさんっていうトラックメーカー、すごいドリルとか作ったりする人で、パーマンさんとずっと一緒に行っててみたいなとか、コルテっていうめっちゃイケてるラッパーもいるんですけど、はいはいはい、コルテ。あ、そう、あとヤンボイ P、 ヤンボイ P と曲作って。あ、そうなんだ。彼福岡、福岡で、その小倉、その北九州でライブ終わった後に、もしよかったらその博多の方で飲みませんかって言われて、クラブ呼ばれて行ったらおらんくて帰っててみたいな。でもなんか謎に俺にシャンパンだけ置いてってみたいな粋なことしよるんすよ。粋や。そうなんだ。そうなんです。で、まあその次の日スタジオ入りましょうってなって、そのパーマンさんのところで2人で曲作って、やば、めちゃくちゃやばい曲、いつ出るか分かんないんですけど、まだ分かんないけど、でも出す予定ではあるんだ。出す予定では、そのパーマンさん名義で出したいみたいな感じで、パーマンさん名義で、ジェラルド・パーマンさんもすごいビートメーカーで、へえ、螺旋のこの前のエイデンとか出てた回のビートとかもパーマンさん。そうなんだ。めっちゃかっこいいんですよね。すごい速いです。速い系だ。速いビート系だ。ドリルとかってそうですもんね。確かに。そうなんだ。やば、楽しそうだな。そっか。ちょっとめっちゃまた戻っちゃうんですけど、兄弟とかいられるんですか？姉がいる。全然俺と違って高校教師。高校教師なんだ。すげえ。そういう感じだ。そうなんですよ。年は離れてない、あんまり。6つぐらい離れてて。ああ、でも結構離れてるんだ。そうですね。そっか。仲とかはいいんですか？ああ、まあ仲はいい方だと思います。全然会ってないんですけど、家族とかにも最近。でも仲はいい方だと思います。家族も奈良。奈良です。奈良だ。天理で。天理っていうところ。そうなんだ。親とかとなんかそのラップ始める時とか、結構そのまだ日本だと多分理解してくれない人もいるかもしれないと思うんですけど、親は完璧にそれですね。理解してくれない。あ、そうだったんだ。でもそれをこう、なんていうんですか、ラップスター出て応援してくれる気持ちに変わってくれたかなみたいな、そういうでかいニュースみたいなのが今までなく、ずっとこう奈良のアンダーグラウンドなところでずっとなんかちまちまやってたんで、また悪いことしてるやろみたいな、部屋から変な匂いするけど何みたいな。そんな感じ。そっかそういう感じです。ラップスター出たことによってやっぱこう、なんかこういろいろ変わってくれたなって感じしますね。これなんて言ってるのみたいな言われるんですけど、リリックでウィードって何みたいな。それはまあまあ普通のことやで、知らんでええやんとか言ってはぐらかすんですけど。そうなんだ。それは確かに説明しづらいかもしれないですよね。いや、ちょっと気まずいですね。気まずいよね。ラッパーはやっぱお母さんに対して気まずい。気まずい、確かに。気まずい職業です。てか俺この YouTube も多分絶対お母さん見てるんだけど、感想何も言われないんですよ。で結構なんかウィードの話とかもしてるし、結構いろんな話してるから親がどう思ってるか全く分からず俺は今までやってるけど、気まずいっすよね。気まずいっすよね。見てほしいけど見てほしくないみたいな。何なんですかね。何なんですかね。子供は勝手に育つよってことですね。そうですね。そうですよ。大丈夫だよっていうことですけどね。そっかそっか。そうなんだ。ちなみに、はい、これちょっと聞いた話で、うん、本当かどうかちょっと分かってないんだけど、はい、オカルトを好きっていう話をちょっと聞いてオカルト巷の噂でどうなんですかね。まあでも都市伝説系、都市伝説はちょいちょい見ちゃう、まあ、最近全然見やんくなったんですけど。あ、そうなんだ。一時陰謀論めっちゃ見てました。陰謀論、はい、どういう陰謀論？これ YouTube バンされちゃうんじゃないですか。俺が言ったらされちゃうのかな。そんぐらいもそんぐらいやばいやつディグっちゃってますね。あ、そうなんだ。あ、でもそのみんなにでもめっちゃ知ってほしいのはやっぱ通貨発行権の話です、はい、通貨発行権の話だ、はい、それをちょっと、はい、俺興味ある。通貨発行権ってお金を発行する権利のことなんですけど、うんうんうん、みんなこう国が持ってるって思うんですけど、はいはい、全然国じゃなくて、はい、あれは中央銀行っていうところに通貨発行権があるんですよ、はいはいはい。でまあ日本はねまだそんなこう銀行なんで、うんうん、株主みたいなのがいるわけなんですよ、はいはいはい。でその株主やって言ったら配当金がやっぱあるわけじゃないですか。確かに。それがこうどうなってんのかっていう、ね。へえ。これってバンされたりすんのかな？結構危ない話。結構危ないんだ、はい。なんか俺それこそあれにハマってて、今最近はそんなにちょっと見れてないんだけど、うん、Web3 とかブロックチェーン系の話を俺結構調べてて、はい、NFT とかもそういうの結構興味あって、うん、それが結構その通貨発行権との話になってきてて。あ、そうなんや。 それは知らんかったんで教えてほしいです、ね、ちょっと、まあ、結構これはバンされなくて結構有名な話なんだけど、今まではゴールドスタンダードって言って、うん、存在する金にと同じ量の、お金が刷られてたんですよ、うん、要は金って限られてるじゃないですか、はいはい、世界で。でそれが発掘されて新しく出る分お金が出る、うん、で金を持ち運ぶのは大変だから金でこの紙でこうやり取りしましょうよっていうのがゴールドのスタンダードだから、お金ってただの金の何ていうんですかね、持ってる分のそう代わりなんですよ。でそれをアメリカがゴールドスタンダードもうやめましょう、だから金に関係なくお金すりたい時すりましょうっていう仕組みに変えたんですよ、うん、なるほど。でそっからお金の流れがおかしくなってるっていうのが、うん、すげえ有名な話で、それに対抗するのがブロックチェーンっていう話なんですよ。ブロックチェーンはみんなで監視できるっすもん。そう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 です。その FRB って言うんですけど、はい、FRB やったかな、中央銀行、アメリカの、はいはいはい、中央銀行はもう国が株持ってないんですよね。 100% 違うところにあるんですよ。マジで？でも今多分トランプか誰かが、はいはいはい、FRB のトップかなんか立ってますよね。あ、そうなの、うん、でどうなるんですかね。その株主が OK さんと通貨発行できないんですよ、はいはいはい、それマジやばくないですか？やばい。普通に考えて日本はギリギリまだ 70% ぐらいは多分国が持ってるんだまだ。あ、だから通貨発行権は国にあって、はいはいはい、ああ、それだったらまだなんとかいけるっすけど ね。でもそうやったらもうちょっとすれよみたいな。確かにもうちょっとみんなに金回せよみたいな。インフレ関係ない。こっち金困ってるからくれよってなるっす。なるっすけどね。いや、そのお金の話はもうこれはね、うん、深いなくなるけどね。俺もまだ全部理解しきれてないんで。そうなんだ。そんな簡単に話せることじゃ。そっかね、確かに。いやでも経済とか知っとくの重要っすよね、やっぱプレイヤーとしてもね。うん、まあ、最近勉強し始めたっすけど、やっぱこう闇深いっすね。深いよな、うん。学校じゃ教えてくれへんから。うん。ちなみになんか趣味とかあったりするんですか？趣味。なんか趣味っていう趣味ないっすね、うんうん、音楽やってる時以外は何してるんですか？ネットフリックス見たりとか。ネットフリックス見る、はい、ネットフリックス何見るですか？最近ワンピースめっちゃ余ってて。ああ、ワンピースだ。追い続けてるんですよ。この前、はい、映画見ました？フィルムレッド。映画まで見てないですよ。全部言っていいですか？ネタバレ。いやー、ちょっとやばいでしょ。でも最悪、まあちょっと知りたいかも。でもあれはシャンクスの娘の話。そうです、ウタちゃん。ウタちゃんっていう、それを漫画に繋がるのかな、これからの最終章に繋がるのかな。俺もその最新話まで読めてないんですよ、漫画、はいはいはい、まだカイドウと戦ってるとこぐらいで。俺もそれぐらいだわ。でもそう、ウタちゃん出てきたらしくて。あ、そうなんだ。漫画出てきてるんだもん、はい、なんでちょっと繋がるんじゃないかなみたいな、言われてますね。いやでも最終章入るってね小田さんが伏線回収中らしいですね。伏線回収中らしい。これはでも熱いよね。なんか1ヶ月休暇になっちゃうから、ちょっと俺もちょっととりあえず今出てる分全部見ないと。いや、見た方がいいっす。そうっすよね。そうっすよね。ワンピース。ほんまもう生きてるうちに最終話見たいっすもん。ワンピースは。確かに。ワンピースはそうっすよね。うん、日本のもう歴史だもん。そうですよね。ワンピースになっちゃったら。世界に誇れる歴史っすよ。完全に。そうっすよね。ワンピースもなんかちょっとその陰謀論チックなとこないっす。ああ、でもちょっと分かるっす。ですよね。うん。なんかそのなんかだっけ、政府とか世界政府とか、うん、世界政府とかその天竜人とか、天竜人とか、うん、そうめっちゃああやって漫画にして、はいはいはい、まあ、分かんないですけど、うん、小田栄一郎先生がどういう感じなんか、うん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 、いやああやってもし伝えてるんやったらやばいですね、うん、確かに、うん、かっこいい、かっこいいよな、うん、いやでもなんかまた天竜人の話になっちゃうけど、はい、ありえると思うんですよね。それこそさっき言った中央銀行だけど異常に金あるやつがコントロールできるじゃないですか。チャルロス製っていう天竜人出てくるんですよ。チャルロス製、ワンピースの中でね、ロストチャイルドや。そうなんですよね。絶対俺そっから来てると思ってて。え、ロストチャイルドって何なんですか？ちょっとなんて言うんやろ、なんなんやろ。ロストチャイルドはもうすごい金持ちですね、言うたら。要はもうずっと金ある一族ってことだ、うん、そうです。なんか戦争とかもうビジネスにしちゃってる系の多分家族やと思うんです。ああ、そういう系だ。多分その中央銀行、各国の中央銀行の株とかも持っちゃってる系の、はいはいはい、そういう持っちゃってる系だ。うわやべえやつだ。そう結構ロシアイドって単語はめっちゃ聞くけどいまだに理解してないっていう。そう税金とかだから、うん、あれですね、その言うたら配当金があるんで、はいはい、取っちゃってるんですよね多分。そういうことか多分ね。そういうことか、はい、あ、そう、さっきちょっと都市伝説の話戻っていいですか？戻りましょう。これちょっと俺消されるかもしれないんですけど、うん、会計ってあるじゃないですか。会計、はい。日本には一般会計と特別会計ってあるんですよ。はい。ここまでにしときます。うわー、何？うわー、めっちゃ気になる。特別会計が何やと。特別会計がやばい。何やということなんですよ。はいはいはい。いや、もう分かんないんですよ。これな、分かんないんですよ。特別会計が。え、そうなんだ。でも日本から毎年結構多額の金が消えてて。特別会計って国がってことか。ブラックボックスなんですよね、完璧に。中身非公開で。これちょっと闇深いやつ。これちょっと闇深いやつだ、はい、闇深いやつや。これなんか国会とかで言った議員さんとか謎のしい遂げちゃってるみたいで。マジでこう気ぃつけた方がいい。やばい皆さん今日俺は立ち向かうんで。 This is Level Music. Let's go, man. We talk about rules, man. Damn, bro. やばいそれ。そういうのっすよね。でも知ってるのと知らないやつでは全然違う気がする、うん、まあでも知りすぎるのもよくないな。そうだよな。俺は最近見やへんのはそれっすね。なんかそのなんか知りすぎた上でどうしようもできひんやんみたいな、うん、すごいあるんで。確かにそういうことですよ、ね、なんかこう結構気を病んだりとかする人もおると思うんで、やっぱこう都市伝説あんま見ない方がよかったりもするっすね。そっかそっか、うん、いやでもおもろいな。ちなみにちょっと話変わっちゃうんだけど US ヒップホップとかディグってるっすか？あ、ディグってます。おー、アーティストとかで好きなアーティストいただかしますは J コールが一ちゃん J コール熱い好きで、J コールとかトリー・レインズ PNB ロックとか、はい、好きですね。いいですね。好きなラインはそこら辺。あと意外と俺エースフッドがめっちゃ好きで。ああ、うわ、最近久しぶりに聞くでしょ。めっちゃ久しぶりに名前聞くでしょ。めっちゃ久しぶり。エースフッドのもう最近出してる曲とか全部かっこいいんですよ。そうなんだ。普通に聴いてみたい。なんか新しいアルバムとか出した？EP とかちょいちょい出してるんで。 EP も出してんだ。ミックステープとかやったりとか、めっちゃかっこいいんで聴いてほしいですね。エースフッド、大好きっす。エースフッドちょっとありだな、はい、ちょっと聴いてみよう。ちなみにいつからその US ヒップホップは意外と遅くて、なんかそのなんていうんですかね、こう形から入って聞いてたんですよね、はいはい、洋楽聴いてる俺みたいなんで小学校の時から聴いとってそうなんだ。そう全然分からんかったんですけど、うん、なんかめっちゃやっぱ洋楽っていうか US いいなみたいな思ったんがちょうど2014、15年ぐらい。でもそれぐらいがめっちゃ良かった気がする、うん、マスタードDJ マスタード入ったぐらいですね。そうだ、ニューエストでめっちゃすごい食らったっす、はい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 、あの時めっちゃ安かった。2014から16年ぐらいにめっちゃいい曲出して、俺もその辺がめっちゃ聴いてたんだ。同世代ですね。同世代、完全に。いや俺はそれこそ最初はキッドインクとか、うん、分かるですか？キッドインクいいですね。キッドインクめっちゃ良くて、それこそこの間札幌来てたよ。キッドインク大阪も来てましたよ。来てたのか、うん、そうだ。見に行ったっすか？行ってないんだ。いやさすがに今ちょっともう8年10年ぶりとか、うん、そうですね、あんまり聞かないけど高校生の時めっちゃ好きだったから見に行って。でちょっと俺の話になっちゃうんだけど、なんか宴でやってて、宴っていうクラブが札幌に宴さんっていうクラブがあって、でそこでやったんですけど、なんかマジで多分誰も知らないんですよフロア。キッドインクのこと、全然誰も曲わかんないしみたいな、多分そういう感じで俺だけめっちゃ乗ってるみたいな感じで後ろにいて、VIPの後ろにいたんですけど、なんか見ててくれてて、終わった後に話した時に見えてたよみたいな。キッドインから熱っ、めっちゃよかった。しかもステージ中に I see you brother right there みたいな感じで俺のこと多分言ってたんですよ。それでちょっと分かったか分かんないけど見えてたよみたいな感じで言ってくれて、マジ安かった。もうこれ呼ぶしかないじゃん。いや、キットインク。キットインク来てください。次はキットインクでいきます。やばいやばいやばい。それ US できたら熱いけど。ねえ。いや、でもそれぐらいね、もう、まあそれぐらい高め目指してグローバルを視野にしてるということで。ゴールドラッシュポッドキャスト。ゴールドラッシュポッドキャスト、レッツゴー。レッツゴー。国外とか見てないですか？とりあえず今日本。あー、そうですね。行きたいのは行きたいですけど、そんな簡単な話じゃないなっていうのはすごい思います。そっかそっか。うん。やっぱこう、多分俺がアメリカ人やったら東京行くんすよね、やっぱり。ああ、まあそうだよな、確かに。なんでやっぱこう会う機会とかもないじゃないですか。難しいですね。でもやっぱ世界は行きたいですね、やっぱり。そうだよね。でも東京、なんかジャパンより東京の方がめっちゃ効くかもしれない。俺 LA に住んだ時はめっちゃ東京、あ、東京みたいな。東京。東京みたいな。いや、東京メンみたいな。俺行きたいんだよみたいな、そういうイメージでしょ。フランスはパリみたいな。あ、そう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 、そういう感じ。日本は東京みたいな。東京みたいな。絶対あると思う。それは絶対あるよな。ちなみに行きたい国とかないんですか？やっぱアメリカ行きたいですね。やっぱアメリカ。まだ行ったことはない。ないです。LA 行きたいですね。LA。LA ぜひ行ってほしい。超楽しいですよ。絶対楽しいと思う。え、LA は行ったことある？俺 LA に6年間住んでたから。暑い。去年帰ってきた。だからもう行くときほんなら呼ぶわ。一緒に行こう。絶対呼びます。一緒に行こう。マジでめっちゃおすすめのスポット知ってるし、ミュージックビデオとか撮れたら熱いよね。キャリスって、キャリー、レッツゴー。いや、カリのやつやばいな、やばいから。全然。そっか、なるほどな。ちなみになんか自分のなんかインスピレーションとかあったりする？どういうことですか？例えば曲でもいいし、スタイルでもいいし、なんか自分でインスピレーションにしてるものとか。あ、やっぱ曲じゃないですかね。どういう曲聴いてインスピレーションしてるってこと？そうですね。とか、やっぱ最近はこう映画とか見たりとかして感じたことで曲作ったりとか。めっちゃ熱い、それを始めてます。始めてるんだ。慣れてない、だから全然やっとそういうのをやり始めてみたいな。違うとこからインプットしていくっていう、音楽からインプット受けて音楽にアウトプットしてたんで今まで。違うとこからインプット受けて、やっぱいいじゃないですか。そのゲームからインプット受けて作ってるラッパーとかもいると思うんですよね。確かに確かにいる。漫画やったりとか、そういうところからこう他のとこからやっぱこうインスピレーション受けるの大事だなと思って、確かに最近いろんなその本読んだりとかちょっと始めたりとかしてて。ちなみに最近見た映画で面白かった映画とかあったりする？ワンピースですね、やっぱり。ワンピースの映画だ。フィルムレッド。フィルムレッドだ。それはもう完璧、直近なんで。直近だ。それはもう映画館で見た？映画館で見ましたね。まあ今映画館でしかやってないかってか、そうだよな。そっか。ちなみに本とかはどういう本？あ、普通に、あ、でも今読んでんのはD.O. さんの自伝読んでます。もらって鎖の社長、鎖グループの社長の方からもらっていただいて自伝読んでますっていう。おー、やばい。はい。普段はなんか自己啓発本っていうんですか。はい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 。そういう哲学書とか言ったりっていうのをちょっとだけたしなんでるっすね。そんぐらいで小説読みたいなと思って、なんかこうおすすめの小説あったら、確かに教えてください。ぜひぜひお願いします。俺の勝手なおすすめの小説一個言っていいですか？あ、教えてほしい。いい？メモするっす。ウォールフラワーっていうやつがあって、ウォールフラワー、ウォール壁のウォールにフラワー、ウォールフラワー。なんかこれはなんかまあでもちょっとあれかな。でも俺は高校生の時にめっちゃこの本で救われたっていうか、なんかすごい、なんて言うんだろうな、まあちょっと悲しい物語なんだけど、でもそのなんか若い子が、主人公の男の子がそのなんすか思春期を生きてて、それで好きな子もできてみたいな。でウィード初めて吸ってみたいな。あ、そんなんもそういうのもあって、結構もう赤裸々にユースを書いてる。アメリカのユースを書いてる。アメリカの小説。アメリカの小説。そう読めるかな？いや、日本語で。日本語で。俺も日本語で読んだから。いや、結構面白かったんだよな。あれはね、映画も見たし、めっちゃおもろいから、ぜひ興味あれば。いや、読みます、絶対。面白いです、面白いです。ウォールフラワー。ウォールフラワー。みんなもチェックしてください。チェックしてください、ウォールフラワー。俺の好きな小説なんで。そっか。ちなみに、モチベーションとかってどうすか？結構俺、モチベーション上がり下がりしちゃう時結構あって。めちゃめちゃ下がったりやったりするんだ。めっちゃ激しいですね、俺も。めっちゃ激しいんだ。それはどういうことでモチベーション上がったり下がったりする？いや、もうほんまに、同じだと思うんですけど、ちょっとしたことじゃないですか。そうね。で、やっぱこう、下がったり上がったりするんですけど、それの繰り返しだと思うんですよね。まあ、そうかもしれない。モチベーションを保つ保つのもやっぱこうむずい人はむずいと思うし、俺とかすごい苦手なほやしみたいな、なんかそのモチベーション上がっても下がってもやる、はい、これが俺めっちゃ大事なことだと思う。ああ超重要だと思うそれは、うん、そっかそっかそうだよね。ちなみにそのなんかモチベーション下がった時にちょっとやることとかあるんですか？だから下がりすぎた時は、うん、その例えば音楽を作っててうまいこといかへん、下がったって時はもうやらへんみたいな。もうやんないんだ、一回距離置くみたいな。一回距離置く、はい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 。それがやっぱ重要じゃないですかね。確かにそうだよな。一回こう忘れてなんかこう他のことやったりとか、そうやってこう切り替えていった方がいいかなみたいな。でもすごいモチベーションっていうのは自分でどうにもならへん時もあるし、そうだね、マジで難しいっすね。特にやっぱ人から見られてる職業とかだと結構きつくない？そうですね。下がってんのに下がってんのを見せれへん状況。そう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 、あるっすね絶対。俺とか結構赤裸々なんで、下がってる時は下がってます言っちゃう。もう言っちゃう、出すんだ。俺も結構出しちゃうタイプだよね。絶対。確かに反りつくの大変だから、やっぱこうそういう時こそ、でもやっぱ下がってる時こそ人から言われる言葉、言われる言葉になんか感じた、そのインスピレーション感じたりとか救われたりとかっていうのがあると思うんで、あるかもしれない。でまあやっぱ下がってても上がったりもあるんで、なんですかね、その気にしないでいいと思うんです。もし今モチベーションが下がってる人がいるとしたら、やり続けるのが大事だと思う。多分俺の予想ですけど、死ぬまで多分あると思うんですよ。まあそうだよね。ずっと完璧な人なんていないから、いないですよね。絶対そのままやり続けてほしいですね。もし悩んでる人がいたら、俺もそうやし。そうだね。みんなそうだと思うんですよね。ぜひみんななんか多分なんかいろんなイメージもあると思ってて、俺がこういう風にラッパーの人とかインタビューしてる理由とかも、やっぱりライブとかミュージックビデオとか、やっぱかっこいいところを見せるのがラッパーっていう職業だけど、やっぱみんな人間なわけじゃないですか。だからそういうなんかリアルな部分とかも知ってたら、多分曲とかももっと深くなってくるしっていうのがあるから。そうですね。そう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 。だから皆さん一緒なんですよ、全員。みんな同じだから。そう本当にみんな人間だからね。これ見てちょっと落ち込んでる人とかいたらね、ぜひね、ちょっとまあ下がった時は一旦休憩してもいいから、まあ気楽にやれればいいと思う。そうですね。ちょっと暗くなっちゃったんですけど、ちょっとアゲアゲな感じでいいですか？アゲアゲな感じでいきましょう。ファッションポイント聞きたい。ファッションポイント、ファッションポイントいけてるチェーンからいきますか？じゃあチェーン。これは神楽と彼女にもらったチェーン。やばかっけ。なんていうんこれ、ロープチェーンじゃん。ロープチェーンだ、ロープチェーンだ。フレンチロープらしいです。フレンチロープだ。フレンチとロープって言うんだね。なんでフレンチかわかんないですけど、そうだね。多分でもフレンチっすわ。これフレンチっす。フレンチロープ。そっか。これメガネは、これはラップスターのサイファーの時に初めて東京行って、その時にこうサングラス絶対買うって決めてたんですよ。で渋谷のパルコのアンブッシュで買った、アンブッシュとジェントルモンスターのコラボの。かっけえなそれ。かっこいいです。かっこいい。狭いです。圧迫されてて。あ、そうなんだ。実際ちょっと無理嫌だったらいいんですけど、どんぐらいしたんですかそれ？アンブッシュ4万弱っす。おー、もう気合入ってる買い物だ。はい、もう初東京。初東京で。その月は生活しんどかったですね。まあそういう時あるですよね。そうですよね。まあでもがっちり決めないとやっぱり。そうですよね。これはいい買い物やったな。めっちゃかっけえ。似合ってるし、似合ってるし。T シャツとかは？これイギリスのプチプラなんですよね。ブーフ。ブーフ。ブランドの。へえ。元々セットアップであって。あ、そうなんだ。この T シャツだけ着てる。へえ。これミニマルです。ミニマル。あれ知ってるかもしれない。ミニマルのデニムですね。でジョーダン11。ジョーダン11だ。やば。やばいですね。結構帽子とかはそれ LA ドジャーズだ。しかもドジャーズ、これ47で。47で買った。結構ずっと買ってます。やつ。今日は青じゃないですか俺。今日は確かに青だ。青のイメージだね。そっかそっか。ちなみにこだわってるポイントとかあったりするんですか？ないっす。ないんだ。マジないっす。ないんだ。そっか。もうファッションはもう俺よりも相方の神楽に聞いてくれって感じ。オッケーですオッケーです。ちょそれは。適当なんだ。適当なんだ。あ、そうなんだ。買い物基準結構すぐ買い物、例えば店入るじゃんみたいな。で結構すぐパッて選ぶタイプ、それとも結構吟味するタイプ？日によるな。日によるんだ。でもなんかまずサイズ探しから始まるんですよね俺。あ、サイズ探しか。そうなんですよ。結構ごついから。そうなんですよ。あんまなくて。ないか。欲しい服でサイズないっていうのが多いんで。そっか。サイズありますみたいな。アイスクリームは 2XL までありますみたいな感じで入ってそうですね、サイズあるやつしか買えないですね。そっかそっかそうか。でもどうなんだろうね。でも日本のその服ってサイズめっちゃちっちゃいイメージある。そうなんですよ。そうだるい、マジでめっちゃだるい。なんか俺とかも細いけど手とかが結構長いから結構なんか合わなかったりするから、俺日本であんま買わないんだよね。日本のブランドとかあんま買わなくて。日本俺も確かに日本のブランドあんま買わないですね。とかイギリスとかさ、イギリスとかって全然あるからそういうサイズ。アメリカともそうだけど、こうその例えばそのなんていうんですかね、店頭にも置いてないみたいな場合、オンラインショップやとサイズあるみたいな、あるですね。それがだから結構なんていうんですかね、買いに行くっていうよりもネットショップの方が多いんだ。多いし、海外から取り寄せる方が多いですね。どっちかといえば。そっかそっか。それも自分で調べてみたいな。そうです。あ、そうなんだ。だからこう届くの待つみたいな時間が多い。時間かかるタイプだ。そっか。ちなみにそれはどういうサイト使ってるとかあるんですか？おすすめのみたいな。全然印象してもらって。最近その HBX で。HBX。アーカイブあるっていうのを知って。アーカイブ？HBX。HBX っていうなんかそのあれハイプビーストやんな。ハイプビースト。ハイプビースト。ハイプビーストがやってるストアなんかな。あ、HB、そっか、ハイプビーストか。HBX。アーカイブがね、あって。すげえかっこいいですね。中古って言い方やめえ。古着。服で中古って言い方やめえ。古着や、古着。古着。中古ってやめえ。古着だ。かっけえ。そうなんだ。結構なんか。公式サイトで買うことが多いですから、ね、そのブランドの。ああ、そういう感じか。うん、そっか。結構見てるとこ多いんですけど、別におすすめとかはないです、ね。俺よりもそれはもう神楽に聞いてくれって感じで。俺も神楽に聞いたさ。あ、そうなんだ。いろいろ。相方の。はい。そっかそっか。ちなみに、相方の神楽君とはいつからやってるんですか？ああ、いや、サマースノーマンを結成したのは、2019年ぐらいですかね。3年前ぐらいにイベントとかでよく一緒だったんです、ライブで。で曲やりましょうみたいな言ってくれて、曲作って、でこれアルバムの方がいいんじゃないですかみたいになってアルバム作ったって感じで。そういう感じ。そうなんですよ。そっから始まって、やっぱすごい俺奈良の田舎育ちなんで、すごいこうビジネス的な観点でいろいろもの見れないんですよね。でまあその悪いところで俺のいい曲作ったらいいやろみたいなスタンスで言ってて、でもその神楽もそのスタンスなんですけど、なんかでももうちょっと俺よりもやっぱたけてるんですよね。そのこうやってこう、例えば MV デックスフィルムズから出しましょうみたいな言ってくれたりとか、そういうこう発想がなかったんで、いろいろすごい助かってます。じゃあお互いこうなんかサポートし合いながら、強み化しながら2人やってるみたいな。いやもうでも頭上がんないっす、神楽には。そうなんだ。今一緒にですけどね。そっかそっか。照れとるっす。照れとる。まあ次、神楽君のエピソード出ると思うんでね。皆さんそれをお楽しみということで、ちょっと髪型、8。ここ、8。実は今回、この大阪で、イーサ君とこう、ポッドキャストできるっていうのも、実はね、8っていう大阪の、バーバーがあって、そこのハマーさんっていう方がこう全部セットアップしてくれて、そうですね、ハマーさんからお話しいただいて。そうなんですよ。でめちゃめちゃいいバーバー、めっちゃいいバーバー、もう場所も貸してくれて。そうですね、ここも今8なんでね。8、一応ね、メンズのオール系みたいな、もうだから髪もやるし、特殊系もやるし、フェードもやるし、まああとなんかスパとかネイルとかも全部やっちゃうみたいな。あ、そうですね、なんか最近やってるみたいですよね。ヘッドスパ俺一回やったことあります。マジ気持ちよかった。気持ちいいんだ。やばい、ヘッドスパとかなんかやってみたいけどはずい。ああ、なんか分かる、その美容室とかで髪切った後に現れるの好きじゃないですか。好き。あれがずっと続くみたいな感じなんで、ちょっとそれやばいな。めっちゃいいです。やっちゃいいね。ストレスも軽減になるし、すごいリフレッシュされるし、めちゃめちゃいいです。いやだからこれをなんかそれ女の子とか結構やるじゃん、ヘッドスパ行ってきたとか。でもやっぱ男もね、絶対やった方がいい。かっこよくなった方がいいから、ヘッドスパちょっとやりたい。俺もやりたいわ。てか、やってもらいましょう。やってもらおう。絶対この完全に。続ける間にちょっとマジで。ちょっと本当にこの8はもうマジでお世話になってるし、ぜひぜひね、大阪のマジナンバーワンバーバーなんで、大阪来た人はね、ぜひぜひね、この8に立ち寄ってもらってね、髪切ってもらって、しばらく髪切ってもらってるんだもんね、8でずっと。そうです、今日もフェードしてもらって。おー、綺麗な感じで。俺ドレッドなんですよね。はいはい、ドレッドだ。そうなんですよ。そうですよね。これもスプリングドレッド。スプリングドレッド、うんうん、すごいこうめっちゃずっと浜田さんにやってもらってて、何年ぐらい通ってるんですか？ああ、でもそれこそ神楽の紹介でき始めて、はいはい、2年ぐらい経つんかな、経つか経つ 2、3年ぐらいここでずっとやってるんだ。どんぐらいの頻度でフェードとか紙とか？理想はもう週1ぐらいで来てる。理想は週1だ確かにでも全然これ出ないです。俺も奈良進んでるんで。そうだよな、月に1回ぐらい来てるんですけど、うんうん、やっぱ足りひんですよね、伸びるスキル前は、まあ、伸びるよね。特にフェードとかだとね、やっぱ短いからすぐ、ね、伸びてくるから。そうね、そっか。バーバーとかはやっぱ全然8に奈良の時はどういうふうにしたの？普通にあそこら辺の美容室で来てた。あ、そうなんだ。俺フェードしたことなくて、ここ来るまで。マジで？そうなんですよ。いやもう奈良にはないっすよ、そんなフェード。ないの？フェードマジでそんな言葉すらないっす。そうなんだ、知らんけどまあちょっとできたけど、でもそうで、いや多分本当ですね。俺も札幌でそれこそ一緒に来てるノリっていう、今回の大阪トリップもノリっていうバーバーと一緒に来てるんだけど、札幌でフェードしてる店本当少ないからですよね、うん、多分地方はマジでフェードっていう言葉が浸透してない。多分革命的なんですよね、初めてやった時に、うんうんうん、かっこええみたいなだんだん薄なってるみたいないやマジでめっちゃ明るいっす。フェードとかもうその特殊系するんやったら、はい、8っすね。やっぱ8だな。8ジェンツ、8マジで8ジェンツ、札幌じゃないです、大阪周辺の方は、うん、ぜひぜひね8に絶対に来てほしい。ナンバーワンショップ、ナンバーワンバーバー、ね、アメ村の近くの堀江です、ね、堀江、うん、オレンジストリートからパッて入ったらあるんで、ちょっと下の方にもね概要欄貼っていくんで、もし興味ある方はぜひぜひ下の方からお店に行ってくれたらなと思います。ぜひぜひお願いします。お願いします。そっか。いやー、そうですね。じゃあちょっとまああれなんですけど、今こうラップスターも来て、はい、どんどん、まあ、EP とかも出てたと思うんですけど、これからなんか今年の目標とかあったりするんですか？なんかやろうとしてることとか。目標は、まあ、今年っていうか、うん、そのヒット曲作りたいですね。お、ヒット曲だ。ヒット曲、はいはいはい。まあ、イケてる曲は作ってるって自分で思ってるんで、うん、やっぱそれをこうやっぱヒット、うん、みんなが知ってるみたいな、はいはいはい、そういう曲を作りたいですね。うん、いいですねヒット曲、自分の中でこれだったらヒットだなみたいな、なんかあるっすか？こうなったらヒットだみたいな。いやー、こうなったら、うん、やっぱ例えば再生回数わかんないけど、再生回数はどうですかね、うん、まあでも再生回数も回って、うんうんうん、そういう街とか歩いてても流れてたりとか、はい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 、みんな歌えたりとか、うんうん、TikTok 回ったりとか、うんうんうん、そういうやっぱヒットっすよね、はいはいはい、一概に言えないんですけど、やっぱこう、うんうん、みんなが歌える曲を作りたいなって、うん、シンプルにやっぱそこが強いんだ、うん、はい。その具体的なことは分かんないですけど、はいはい、まあまあ、まあ、ヒット曲を作りたいです、はいはいはい。でそのためにいっぱい曲作ってるんで。いいっすね、はい、いいっすね。ちなみになんですけど、今年はなんかどんぐらいリリースするとか予定とかあったりするんですか？そうですね、これ出てる頃には出てるか分かんないですけど、うん、サマースノーマンで新しい EP、はい、サマースノーエブリウェア、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 サマースノーエブリウェアが、はいはい、もうすぐ出る、はい、その後に今ナオザライズさんっていうプロデューサーの方がいて、はいはいはい、その人ともちょっと作ったりとか、あと去年の年末に出したアーネットっていう EP があるんですけど、はい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 、それの2も自分で作ってて、まあ、その3つが今プロジェクトとしてある感じですね。なるほど。あれの Life is Good? Life is Good あれめっちゃ好きだったんだよな。思いこもってますよね。いやめっちゃいい、めっちゃ良かったですそれあれが俺の中でうん、EP の中で一番好きかもしれないですね。嬉しいですマジで。いややっぱあれが一番人気っすね。あ、やっぱそうなんだ、うん、そう、俺もめっちゃ好きだったですね。 MV も撮りたかったんですけど、ね、ちょっといろいろあっちゃって、はいはい、あ、そうなんだ、撮れへんくて撮れなかったんだ。そうなんですよ。まあでもこれからねまたヒット生まれると思うんでね、アーネスト2もやばいと思うし、うん、お兄さんすいません、はい、今何聞いてますか？あ、今ですか？今、ゴールデンラッシュポッドキャストのエピソード6聞いてるんですけど、なんか今 Amazon Music Unlimited だったら30日間無料で9000万曲以上も聴けるし、なんかポッドキャストも聴けるみたいで、なんか下のリンクから30日間無料で使えるみたいなんでいい感じです。ありがとうございます。ちょっとじゃあ未公開の曲何個かあるっぽいのかな、はい、もしかしたらありますね。あれですか？なんかもし可能だったらちょっとこれでもサマスノの曲は出てるんかな？あー、どうなんだろう。10月に配信する予定。10月の終わりまでかなには出す。その中で、はい。ほんなら、アニーだっていう、はい。あのバースを。アニーだ。OK です。ちょっと一発でかましちゃっていいですか？もちろんです。お願いします。ビート流す。あ、全然。大丈夫です。いいですか？いえ。アニーだ笑い合える友達。アニーだ笑えるくらいの間に。価値は今一体どれくらい？キッパスリン、just like ジョンガリ。いつかはロリーだったりブガリ。飛ばして爆音でよっがり。123456788。ライフイズ健忘、またフルダイス。腹出し、ダサくて聞けないぜ。お経の方がまだまし。イケてるやつが俺の周り。パリするときにはパッマリ。俺の街、田舎町。ポリスの目を盗んでこぐチャリ。お前の何倍も俺はハイ。頑張っても俺には届かない。口座にステックするゼロ。遊んで金を稼ぐ俺たち。砂を噛んだ分こいつでペイ。2位でも俺が一番やばい。あいつは金ないときには先。あいつは金ないときに叩き。音楽以外やることがない。俺らスタジオの中メイクするファイト。まだまだ足りない。あはん。いや、兄もいつかパキスポーのタイプ食べるハリボー。俺も食べるグミ。嘆いても始まらないからドゥイ。頭の中に次の次。これも趣味。兄だ愚痴に類ゲ取るためにお前の鼓膜にドゥリ。Yo! Good boss. I'm killing it. Yes, sir. Yes, sir. Killing it. Killing it. We're killing it. Yo, that was sick. めっちゃやばい歌出るんで。やばい。出てるかわかんない。超楽しみ。え、何て曲？あ、それはまだ。I need this. I need that. Alright, that shit, dude. OK、これマジやばいですね。やばいです。やばい。超楽しみだ。はい、これ。いや、でも出てるかどうかわかんない。ぜひ聞いてください。出てたらぜひ聞いてください。出てなかったら楽しみにっていう感じですね。お願いします。はい。やばい。ありがとうございます。じゃあ EP が結構しばらく出る予定の感じだ。そっか。え、じゃあ、ちなみにじゃあ今年中は多分 EP とか出すと思うんだけど、じゃあ来年とか、なんか長期的にこうしていきたいなみたいな目標あったりするんですか？今はでもなんていうんですかね、ヒットさして、ラップスターでもだいぶこう名前っていうのは知れ渡ったと思うんですけど、そうだよな。色物扱いみたいなのはやっぱあると思うんですよね。おもろいやつ生の。俺もだって人間なんでふざけれへん時とかだってあるし、ふざけちゃう時もあるんですけど、なんかなんていうんですかね、もうラップを聴いてほしくて、俺はとりあえず俺の音楽を、で俺の音楽としてイースターってキャラクターだけじゃなくて、音楽をもっとこう広めるっていうのをやっぱこう一番置いてて、それが目標なんで、長く見ての目標っていうのはあんまないですけど、今はとりあえずやるだけって感じですね。そっからなんかいろいろそれがこうなんていうんですかね、安定したりとかしてきたら、いろんなことでなんていうんですかね、手出していったりとかしたいですけど。そっか。じゃあ今はもうとりあえずそこでラップっていうのを。そうです、俺の音楽を広めたいですね。いいっすね。イースターやばいんやぞ。やばいね。奈良から来てスーパースターですね。ちなみに曲を作るときになんか意識してるメッセージだったりとか、こういう曲好きだなとかあったりするんですか？好きな曲テーマみたいな、書いてる時にこういう曲作っなんかありのまま感がやっぱいいっすよね。やっぱこうバースがやっぱ命だと思うんですよね。サビってフックってやっぱフックなんですよね。引っ掛けるんですけど、やっぱラッパーの命ってやっぱバースにあると思って、そうだよな。バースでどんだけ感をするか。だからバースだけの曲とか俺サウンドクラウドにちょいちょい上げてるんですけど、あ、そうなんだ。めちゃめちゃロングバース蹴ってるやつ。それとか聞いてもらって多分めっちゃ見る目変わると思うんですよ、俺の。ぜひぜひサウンドクラウドのリンク多分貼ってやるんで、概要欄から見てほしいですけど、お願いします。ここまで来れたらなんかある程度次行きたいなっていうなんかポイントあったりするんですか？いや、まあそれはもう収入じゃないですか。収入がやっぱこうある程度増えた時にやっぱセカンドビジネスじゃないですか。飲食店したいんですよね。飲食店したいんだ。モニチキやばいじゃないですか。モニチキやばい。モニチキ俺めっちゃ好きなんですけど、すごいと思うんですよね。やっぱこういやすごいと思う。すごい揃っててお店は。行ったことないんだよな。めっちゃ行った方がいいですよ。モニチキ。そっか。モニチキうまいっす。俺絶対行ってるんですよね、東京行ったら。あ、そうなんだ。毎回行ってて。しかもモニチキがあって、奥に部屋があって、スタジオになってたりとかしてみたいな。すごいめっちゃ理想っすね。やば。飲食店やるとしたら。ステーキ屋さんやりたい。ステーキ屋さんなんだ。おー、やば。めっちゃステーキ屋さんやりたいっす。あと、実家の寿司屋をちょっと継ぐじゃないですけど、なんかでかくして。あげたいなみたいな、そのおとんが作ったもん残していきたいみたいなのもちょっとあるっすね、うんうん、けどまだそれを言えないんですよね俺は。あ、まだす、まだただの理想でしかないんで、うん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 、これがこうちゃんとこう胸張って言えるときにやりますってこう言いたいですね。やっぱいいっすね、飲食店はやりたいですね、はいはい、うん、そっか、うわー楽しみだな。やっぱそういうなんかラッパーとかのやっぱその収入稼いだ後にやっぱそっからどういうビジネスにつなげていくかって結構重要だと思うんですよね。あ、俺もそう思う、ね、絶対ずっとプレイヤーであり続けるのって絶対難しいと思うんですよ、ね、結構難しいっすよね、うん、そうだよな。だそうクレバさんとかほんますごいなと思う。確かにすごいよな、うん、ずっとプレイヤーでプレイヤーとしてだけでやっていってるみたいな、うん、そうね確かに、うん、それじゃないかなって思うんですね、自分が目指してるのは。そうなんだ、こう音楽でパッチンっていった後、はい、どうビジネスしていくかみたいな、はいはいはい、それを使う、その知名度とかを使ってどうビジネスしていくかっていうのはやっぱこう、はいはい、セカンドライフの楽しみではあるんですよ、これからの。そうなんだ、いいっすね、そっかそっか。ってことでね、まあこっからそのまあラップも含めいろんなことをこれからね、ヒット曲もいろいろ EP とかも出てくると思うんで、これからの活躍がねマジで見逃せないいい作品ですけどね、はい、最終的にはまたレストランやりたいとかそういういろんなねゴールとかビジョンもあると思うんで、ぜひぜひね下の方にねいろんなリンクとか貼っていくし SNS 含めいろいろ貼っておくんで、ぜひぜひ皆さんいい作品のことチェックしてもらって、はい、サウンドクラウド配信、YouTube、ね、ミュージックビデオ、うん、そういうのもねぜひぜひ見てほしいなと思います。お願いします。はい、ってことで今回ありがとうございました。マジでありがとうございました。ちょっと握手しましょう。そうですねありがとうございます。ありがとうございました。 Goldnrush Podcast Let's go It's in the house。 ありがとうございました。また次回お会いしましょう。 Peace。